さあこのセントリア出陣祭り秋の陣いよいよフィナーレとなるわけでございますけども、やはりね最後に皆さんが普段披露されている演舞をご覧いただいてですね、ぜひともこの3連休そしてねこのセントリアの思い出にしていただきたいと思います。皆様準備できてますか？しっかりと目に焼き付けていただきたいと思います。最初にご登場いただきますのは徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆様でございます。像を率いる忍びたちが徳川家康様をお助けした、いざ蘇る忍びたちよ。人の心を誰よりも読み取ることができるはずじゃ。わしが今からいたそうとする術を読んでみよう。はっ。はい。ハト様、これで確実。まだまだじゃ。これならどうじゃ。
秋の陣、ようこそ。ありがとうござる。さあ、我らこのように日頃修行いたし、皆に楽しんでもらっておるわけじゃが、一つ皆に伝えたき儀がござる。これは大きな催しがござるな、水蓮。はっ、まじき行われます。あれですな。さよ。11月10日に行われるその名も、サムライ忍者フェスティバル2019。まあまあ知っとる方もいらっしゃるかと思いまするが、大高緑地公園にて、こちらの日付でした。まあ前途日の本先祖の武将様姫様忍者が集まり申して盛大に行われる戦国の宴でございまする。おーじゃあ、中には戦じゃったりとか装束体験じゃったり甲冑着れたりいろいろございまして、愛知のうまいものも増えました。そして何より我々のラジオ公開収録もございまする。いよいよ聞きたい聞きたい。我らは危険だな。え、なんでですか。話すから。話す方じゃ。ああ、ひたすら話すから。大変じゃ。そうじゃな。いやいやいや、楽しみでございますな。一体このドタバタ忍者隊何が飛び出るやら楽しみでございますね。うんうんっていろいろうなずいたいや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 、賛同いたしました な, そうじゃな。いや、ありがたきことじゃ。ぜひとも皆様、大高緑地公園11月10日遊びに来てくださりませ。さあ、この後は名古屋おもてなし武将隊の方々による演舞じゃ。しかと目に焼き付けよ。それでは皆の者、またをさらばじゃ。Thank you.